スタートしました内から押しています栗のヒマラヤ王さらに平坊キングですがこれを制してやはり12番里のプリンシパル先手を奪い切りました迫っていく13番栗のスター王前の2頭です3番手は4番平坊キング外目から15番のエーシンゴールドこれに迫っていきます5番手以降は集団で栗のスターヒマラヤ王バーディバーディさらにタイムズアーロー固まって1コーナーのカーブその後ろに名勝エバモアが続いています 1>, 1コーナーから2コーナーに入って。 いきました。12番、里のプリンシパル。リードを一馬審で第2コーナーを回っていきます。2番手につけます。13番、栗のスター王。2コーナーから向こう上面に出ていきます。3番手が15番のエーシンゴールド。4番手、内は4番の平ッキング。外に3番、栗のヒマラヤ王が並んで4番手、5番手。その後ろ、6番のバーディバーディ。外に16番、名将エヴァンはここも2頭並んでいます。あとは中段に2番のナイスミーチュー。その外に7番のタイムズアロー。3コーナーに向かいます。中段以降は9番、ダブルスター。 その後ろからは1番、ナイトフッド、間は5番のボレアス、まもなく3コーナーのカーブ、4馬身相手後方に14番、グランデッツァ、8番、マルカプレジオ、そして10番、ダノンスパシーバ、最後方、11番、サトのタイガー、やや置かれています3、4コーナーナ中間各馬が600を切っていきます。 前は里のプリンシパルをかわして13番栗のスター王前に出ました栗のスター王先頭里のプリンシパルちょっと苦しくなってこれに外からエーシンゴールドが馬体を合わせて2頭が並んで第4コーナーをカーブ直線に向かっていきます栗のヒマラヤ王が3番手前の攻防はエーシンゴールド前に出ました1馬身半2馬身と突き放しにかかります2番手争いは外から9番ダブルスターさらに内は3番栗のヒマラヤ王が追い込んで200を切りました先頭は15番のエーシンゴールド4馬身5馬身のリード二番手争いマルカプレジオが一気に 2番手に上がって前を追っている3番手ルスは接戦。エーシンゴールド先頭、マルカプレジオ2番手。エーシンゴールドゴールイン。2着は8番マルカプレジオ。